はい、つきます清水です、えー、東京都知事選挙でですね参戦を果たした、えー、小池百合子さんにいきなり有罪失職の可能性が、えー、出てきたぞということで、まあ、小池落ちろーというふうにです、ね、言い続けた我がチャンネルとしてはですねきちんと、えー、その件も伝えていきたいなというふうに思うんですけど、えー、これ誰が言っているのかというと、えー、小池百合子さんの元側近の弁護士。 が言っているんですねでそれは若狭勝さ,さんという方で、えー、この記事にもあるんですけど「小池恵理子氏有罪失職を元側近弁護士が告発悪質性あり特捜動く」というふうに言ってるんですけどあのこの若狭さ,さんというのはですねどういう人なのかというと、えーまあ、テレビでねあのコメンテーターとして出てくる人っていうことではなくってもともと検察なんですよね。 東京地検特捜部の、うん、副部長を、えー、お務めに、えー、なっている方で、でさらに、えー、これですね、えー、見てほしいんですけどこの小池恵理子さんね2016年の、えー、小池恵理子さんと右側にいるのが、えー、若狭勝さんです、えー、あ左側にいるのは下村博文ですね <laughs> 懐かしいですね、うん、はい、えー、この人はですね小池恵理子さんに応援されて、えー、衆議院議員に 1>, 1回なってです、ね、2期,勤めら2期っていうか二回あの選挙を経験されている方なんですよ。で、増、えー、添陽一さんがです、ね、辞職、まあ、前回の都知事ですよね、自職するときに自民党の反対を振り切ってもう小池しかいないっていうふうに小池さんをです、ね、この自民党から除名されてでも応援した人でかつ弁護士で東京地検特捜部の副部長まで務められた。 まあ小池さんの腹心なんですけどこの人が、えー「もう小池は有罪失職の可能性がある」という、うん、まあ,ある意味因縁のと、まあ、いうか小池さんって基本的にこうやってですね、あのー、こんだけ仲良くしてても「いらない」ってなったらポイッ「ぽ <laughs> いもうあてり前「ぽいポぽいっ!」 っていう風にですね、こう切り捨てていくので、まあ恨みが溜まるわけですよ。そうすると、でまあそうそれゆえ女帝なんだなという風うに私は思いますが、えー、ちょっとこの問題についてですね、元白行動作家のですね本間さんと話をしたいと思います。本間さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。えまずですね、えー、どこで こう言ったのかというとうこの若狭さんが何と言ったかというとですねえー、このなんか「そこまで言って委員会 NP 読売テレビで小池氏に対する爆弾告発があった」というふうにこうなっているんですよね。えーうん、若狭さんは番組で都内52の市区町村が 市区、えー、村長の町長が、えー、小池氏に、えー、知事選出馬を要請したことに関し都民175人が公職選挙法違反公務員の地位利用の容疑で、えー、小池氏への告発状を東京地検に提出している件を取り上げた。でこれがもし、えー、東京地検きちんとね、えー、捜査すると犯罪に認められる可能性が高いでそうするとですね別にあの豚箱にぶち込まれるっていうことはね 起きないと思うんですよ罰金刑だと思うんですけどでも罰金刑食らうと議員失職、まあ、要するに、まああのまあ、都知事失職ですね今回の場合は、はい、公民権停止になるので、うん、自動的に小池さんはもうなしという形になるぞとっていうふうにこう言っているんですよね、うん、じゃあこの実際問題として一体何を取り上げてるんだというところをですねちょっとおさらいを。 えー、していいきたいんですけど、えー、これ読売新聞のですね5月29日の記事なんですけどす、ね、東京都都知事選挙、えー、52区市町村長が小池氏に出馬要請というふうなニュースが、まあ、これは別に朝日でも産経でも毎日でも出ているんですけど、えー、これ6月20日告示、えー、7月7日投開票をめぐり都内の区市町村の有志や えー、都議会の都民ファーストの会公明党が、えー、小池知事とそれぞれ面会し参戦の出馬要請をしたつまり、えー、これはあの小池さん側からすると言ってみりゃ自主的に応援されたんですありがたなんですけどこれがね、えー、結局踏み絵的な扱いで、えー、お前は父さん応援するよなっていうふうに。 都知事に言われたら断れないよねっていう風にこう言ってるんですよ。で、えさらにあの東京の日野市という西側にある、ね、えところがあるんですけども、そこの市長がですね大坪さんという方なんですけど、小池知事側から支援してくれますかという打診があったという風に、この明らかにしてるんですよ。でも当然、小池さんは、うん、私から言ってないよ、おほ,ほほほほと。で、これ何が問題かっていうとですね、あの現職の都知事。 から、えー、応援してよっていうふうに言われて、えー、例えばまあ、皆さんが住んでいるのが渋谷区なのか杉並区なのか世田谷区なのか八王子市なのかまあ、どか分かりませんけどそこの市長があっ百合子様わ分かりました応援しますというふうに言うとですねやっぱりそこにいる市民たちに選ばれたまあ、区長なり市長なり町長なり村長がですね、えー、あ なんか応援してはるんやほな、入れよっていう風な空気感になりますよね、うん、で、それは NG なんですよだから、これがもし小池知事が候補者として推薦支持されることを想定しながら実際に出馬要請に関与していたらこれ、もう間違いなくアウトで間接的に何らかの援助をしたりあるいは誰かが出馬要請をすることを容認しただけでも公職選挙法に違反すると。 いう風になってて、でこれはね、あの前の前中うかあの結構ですね、もう選挙前の段階でメディアは問題にしてたんですよね。踏み、うん、江茶番、東京の首長8割が小池知事に出馬要請した背景というふうに、これはあの先ほどの読売新聞の5月29日の記事の次の日にもこうやって出てるんですよね。で 何がそんなに悪質なのかっていうと各市区町村はそれぞれの地元の有権者の支持を得て首長になっていて、えー、地元の首長が小池知事を支持しているとなれば有権者も小池知事になびく可能性は高いね当然投票に大きな影響を与えるわけですよで、うん、ただねこれ本当にあのちょっと立憲のハードルが高くなってくるのがですね、えー、これ 52の市区町村の首長たち側も罪に問われるんですよ。なるほど。はい、これ、罪に問われる可能性があるんですよね。で、そうするとですね、えー、小池百合子の女帝の、えー、足を舐めた、えー、人も全部首失職。うんで、都知事も失職。つまり、えーと、東京大総選挙勃発みたいな感じになってるですね。もう いやこれはこれでとんでもないことにまあなるよというまあこれをあの若狭さんがこのご指摘されていることなんですけどでもね若狭さんってえ最初に紹介した通りどういう因縁があるかというとですねもうちょっとあのこの下村博文の顔がさもう出てるだけで腹が立つからちょっとカットしますねこいつ。こんな感じでこれ右側に言うのが若狭さんなんですけどこの2016年。 えー、こうやってね小池百合子さんを応援されているんですけど、えー、そもそもですね小池あのこの若狭さ,さんが、えー、国会議員になったのは2014年なんですよ。で2014年の段階でも百合子に応援されたんですよ本間さんねえすごいよね。はい、であのもう百合子に応援されてですね国会議員になれたでもある意味、うん、恩義を感じるべき人ですよね。 うん、でえー、もうで初当選したわけなんですよ。で2016これが2014年でで次に2016年にですねこの増添洋一さんの公私混同問題をめぐってですね、えー、この増添さんが辞めましたよね。っていうかあれで辞めるんだったら小池だって辞めてないのって。<laughs> なんで辞めなきゃいけなかったんだからいまいちよく,よく分からないよね。 公私混同って言ってもさ、なんか公用車でなんか温泉行ってたってうも、もうただそれだけ。まあただ、増添さんが素晴らしい政治家なのかっていうと、私は。なだいぶ。学者としてはさ、すごいんだろうけどさ。はい、でちょっとやめなくても別に良かったのになんかや嫌になってやめちゃったんだ。はいで、えー 2016年の6月15日に、えー、松添さんが辞職願いを都議会に提出されるんですよ。でその2週間後小池さんがですね、えー、東京都知事選挙に立候補するたった2週間でこの時小池さんまだ普通に衆議院議員をされていたと思うのでいやーなんかこの2週間で風が来たひょっ,っていうふうに。 でしかかもなんかあの女帝小池百合子を信じるのであれば増添さんは確かなんか小池さんが好きだった人ですよね小池さんが「<ー>増添さんラブ!」っていう風になってたけど増添さんは「はあ」みたいなそういう感じのことがですねあの書かれてましたよ。う あそうでえー、であの、まあ、言ってみれば前好きだった人が、えー、とスキャンダルで辞めましただから、えー、衆議院議員になろうと、えー、なったんだけどももう即辞めて出てきたと。でその時に若狭さ,さんはいや小池百合子さんが出るんだったらねあの俺は小池を応援するというふうに こう出てきたんですよ。で、ただですね。この時はあの2016年の選挙の時はですね、えー、自民党のこの増田寛也さんという候補がこう出てたんですよ。そうだね、はい、この人はですね。東京大学法学部をご卒業されて建設省。まあ行って。 で、今はなんか、あの、日本郵便の社長をされているというですね、もう。ザ・甘くなりーみたいな、あの、感じの。方で、総務大臣まで、お務めになってですね。当然、お父様も。あの、衆議院議員、あの、議員だったというですね。あ、参議院議員か。だったというですね。もうザ、ざ、ボン、ボン。ボン、ボン。世襲の。はい、で、さらに言うと、あの、岩手県の知事とかも務められている。そう,そ,うそう、はいね、そ,うそう、そうん。方なんですよ。まあ、これが出ると。 いうことになってで、えー、この若狭さ,さんはいや、もう増田よりも小池であるっていうふうに応援演説の第一声から行動を共にしてですね、でもなんか懐かしい記事なんですけど、都知事選で小池、えー、これですね、2016年のね記事なんですけど、都知事選で小池百合子氏応援の若狭勝氏を自民党都連がホームページから削除事務局、相談の必要ない これどういうことかというとですね、えー、当時の、あのーまあ、自民党はですね、増田ヒ也を押すというふうに決めていたのになんだと、おい小池なんか応援してんじゃねえよ若狭勝。って言って、まあ、はみごにこうしたわけなんですよね。でも若狭さんからすると、うん あの増田ヒロヤなんていうねザ・ボンボン二世政治家よりも小池さんの方が変えてくれるそして俺を応援してくれた百合子ここで恩を返すときみたいな感じでこうやってったわけなんですよでそれで小池さん受かっちゃって未だに「ああ、あああ」ってなってるんですけどなんかね受かっちゃってから「あんた誰?」みたいな感じになっちゃってで応援も来てくれなくて若狭さんもうあの。 どういうことやでおいみたいな感じでだされたーってなりでそして冒頭の話に続くんですけどテレビに出て小池百合子失職の可能性というふうにまあでも確かに悪質ですよ52の首長からもうまさにあの出馬要請とかをえ自分で演出したんだったらだからまあそこが問題なんですがえ本当にこれが。 捜査有罪になったら、えー、東京大選挙勃発と、えー、しばらく月とつも万冊も再生回数のネタに困ることはないという <laughs> <laughs> いやしかしもう因縁の戦いやで、ね、<俺>ほんまに因で<俺>大杉小池百合子というかさ本当にこうむ昔でももうこれ10年ぐらいの話だよねここね、うん、そうです なんでこう側近だった人がこう恨み骨髄になって、うん、あのなんていうのかなまあね例のえっと元農民ファンの局長だった人うん、うん、あのー、<え>環境省のお偉いさんのね小島敏郎さんとかも、うんね、もう変えてくれるのはゆり子だ自民党のクソじじいどもじゃないゆりかはあすって言って。 騙されましたあいつ最悪です。みたいな感じで今もだって刑事告発してるって <laughs> あれでもッ護してなんでそんなになるのっていうさ、はあ、まああの若狭さ,さんと、うん、あのこの局長さんはまあ有名人だからさ、うん、我々もわかるけれども、うん、きっと名もなき人でもっともっともっと いっぱいいるんだろうねねきっとねいやいっとやいいいぱるでしょいろんな人を踏みつけて踏みつけて<り>踏みつけていや多分ね踏みつけたっていう自覚もないんだと思うそうだよそうだ自覚ない<あ>自覚ない普通の人だったらあのねあの人には恩義があるしかし自分が出世するためにはあいつを切らなあかんもう団長の思いやズバーなんですけどあこっち行ったらい、ね、こっち行ったらあ成功すんのか じゃあこっち行こう。いや、でもそれしたら、あの、若狭さ,さんとか小島さんとかちぎれちゃいますけど、いいんですかえっと、あれ <laughs> みたいな、ま、そういう感じなんですよ。まあ、多分ん、ちょっと鼻がムズムズするっていう、このティッシュで、へーんって,って <laughs> そこ、若狭って書いて、ぽイっ <laughs> て、ぽいって。で、次々にいろんな人の名前をね、ぽい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 って捨てていくんだろうけど。<laughs> すごいよな。でまあこれはこれで確かに悪質っちゃ悪質だよね。うん、でどう見てもさ、うん、いやだからこのニュース流れた時確かやっぱりあやっぱ生態号じゃんって確か言ったような気がするわけよ。<laughs> うん、もうさ部下たちがさ「陛下 <laughs> ってってこうやってこう「<laughs> お出ましください!」みたいな感じでさ「うん、えそんなこと本当にやるの?」って。うん 思うよね、うん、で結局はやっぱり実際は小池陣営から働きかけがあって、うん、で働きかけられたら嫌とは言えない、うん、まあ言った人がいたからバレたんだけどもちろんね、うん、でも基本的にはやっぱり都知事って予算との予算を握ってるもんだから。うん 補助金とかなんとかっていうことを考えるとちょっと首長レベルでは対抗できないから、うん、えー、まあこういう写真でこうみんなの総意でやってまいりましたみたいな「百合子様!」みたいな感じ <laughs> まあすごい違和感あったんだよねうん、うん、あのほど最初のほどはそんなことすんのっていう それと、その都内のそういう首長たち、みんな百合子にそんなに賛成なのっていう、うん、でそしたらもうすぐに、結構すぐに、いや、あれはもう向こうから頼まれたから、しかたなくやったんだっていう人が現れて、うん、まあ、それはそうだろうなっていう。うん、うん、でも、若狭さ,さん曰く、それは要するに、慈善運動に当たると。うん 選挙の事前運動に当たるんだから、それは許しちゃなんねえっていう話なんだよね、これね。事前運動、うん、まあ、それはそうでしょうねっていう気はするが、うん、ただ、あれじゃない選挙でさ、ついこの間290万票取った人を、今のあの弱腰の検察が、 あげるかなっていうねまあそれもそうだし東京大選挙になっちゃうからねそうそうそうでさらに言うとですねあのこの公務員の地位利用っていうのはすっごく悪質で重たいと懲役とか禁庫もあるんですよなんだけどまあ多分罰金刑ぐらいになるだろうと、うん、でそうすると公民権停止で都知事は失職とで仮にですねじゃあ,あの検察があの動いたとしましょう ね、動いても全力で小池さんが争うとするじゃないですか、うん、でそうすると4年かかるわけですよ、うん、でそしたらですねすぐには裁判の結果が出ないので都知事選挙はえ都知事としてはあの続けられるとあそっか全うできるはい全うできるということにあのなるんですけどでもまあ増添さんとかあのもう一個前の猪瀬さんとかはね えー、世論の批判を受けて辞職してるじゃないですかだから、うん、盛り上がるとそれは小池さん自ら辞めるという流れも当然あるんですよね。あるんですけどえま、ー、すさんの面の皮の厚さがこれぐらいだとするとですね猪瀬さんの面の皮の厚さこれぐらいだと思うんですよ。 まあ最近の維新の議員になってから、蔵のかこれぐらい増えたかなって感じですけど、猪瀬さんも。ですけど、うん、<laughs> 小池さんは、まあ、そうですね、えー、っと、1天文単位ぐらいあるんじゃないかなと思います、これこれと比べると。一小池はね、蔵のおはじゃなくて、化粧の厚さだから。いや、化粧はいいんです、ご自由ですから。 えー、寺の川の厚さはですねそれぐらいあるから多分世論の批判ぐらいでやめねえだろうとは思うんですけどまあでもやっぱり戦ってほしいですよね検察が戦ってでそれで小池さんが全力で「私を罪に問ってふざけんな!」ってこうやってですね暴れ,暴れ回って暴れ回って暴れ回ってですね ぜひあのー、再生回数のネタを定期的にご提供いただけると <laughs> <ご>もちろんうんす,、ね、すごく嬉しいですけどやっぱり乱、ね、世の勧誘がさ、うん、なんか一撃でやめますなんていうそ,そんな軟弱なあれはしちゃいけないよね、うん、やっぱりこう戦いまくってもう最後やっつき刀折れて、うん、壺も割れて、うん、でもうん 息も怠大になってっていうところで、うん、戦ってくれないと、うんうん、で我々はやっぱり彼女にはそれを期待してるわけだし、うん、また、あ、そこに、まあ、でもそれをさ若狭さ,さんがさあの割と若狭さ,さんあちこちで言ってるの、ね、あちこち言ってるだよねこれ言ってるよね<う>そんだけ やっぱり何かさ俺なんかい複数のあのメディアで何か見たよ若狭さ,さんがそう言ってるのもうだからもうあの何としても許さんとねえ、うん、っていうかちなみにあのそういうとなんか若狭さ,さんとかねえご意見に騙されたあのバカな人っていうふうに皆さん思っちゃうかもしれないけどそんなことないようんこれまず あの小池さんが何で通ったかっていうとそれまでの都政というのがもう完全ブラックボックスでなおかつ都議会は自民党が占めててもう,もう本当に何やってるのか分かんないもう状態だったわけですよ。でそれに若狭さ,さんが自民党にいながら「これはおかしい」とで「小池さんが出るんだったら応援して、まあ、それをね正したいこう」そういう思いを。 思ってですね、えー、情報公開は一丁目一番地黒塗りをやめるっていうふうにこう小池さんが言っててですね、えー、はい黒塗りやめました白塗りですって言うんですっ、ね、てだからあの若狭さんもその東京地検特捜部で働いたってことはまあそれなりに、まあ、いろんな問題のある組織ではあるけどもやっぱ正義周総烈実みたいな思いとかもあって。 で,で、ここじゃ正せない。じゃあ政治家になって頑張ろう。で、自民党入った、なんだこのクソみたいな政治はってなって、ユリ子なら正せるって騙されちゃったんだよね。だから、あの自民党がまともな、ね、政治を行ってたらですね、そもそも小池百合子は存在してません。うん、いやああ、だから、まあ確かにそうなんだよね。うん、あの、要するに2016年。はい。最初の 都知事選1期目の時は小池の言ってることは正しかった、うん、そのブラックボックスを開けるんだと、うん、でねあのー、トミーファーを作って自民党のその古参の連中をバスサバスタ、うん、都議をね、うん、ねあのー、自民党のドンとか言われた都議もいたけど、はい、そいつも落ちちゃって。うん まあ壊滅的な打撃を受けたわけだ。そ<う>なんだが、そこから、えー、っと8年たって後ろをこうやって見てみると、なんかいつの間にか自民党と同じようなことになってきたみたいなね。いやー、だからね、もうこれは一体何なのかと。まあやっぱ自民党体質 だからなもともとさ。もとも自民党の政治家やからな小池さん。そうそうそう。うん、それが彼女はあのー、要するに敵味方の区別なく撃つわけじゃん、うんさ。自分の利益になると思ったら昨日までの味方だって撃つわけで。うん、それのまあ <laughs>。 自民党のこの都議団っていうのももうほとんどそのあおりを食ったみたいなねうん、うん、感じなんだけどでも結局4年最初の4年まあやったわけだ、うんえー、都知事をやったと、うん、で最初の4年で何があったかっていうと東京オリンピックがやるんかやらんかっていうのがあったよねうん、うん、で結構それでも毎日いつ やめるんだいつやめるんだ、やめるっていうのは東京五輪をやめるって発表するんじゃないかっていろいろ言ってたけど、うん、まあ結局、もちろんやったんだけど、うん、なんかこの東京オリンピックをもう2016、17年の時はそのほらやっぱり開催費がうなぎ登りになっていくっていうのをガラス化すると、うんうん、でも東京オリンピックに関してはもう徹底的に調べたるぞって言ってて。うんうん 俺たたちもすごい期待したわけ、うん、ところがオリンピック終わったら総括もしないなんか明かり出てるらしいけど、えー、知らんみたいな感じで何も知らんっていうか、はい、レガシーが残ったからいいじゃないのみたいな、うん、えっとじゃあそのあのオリンピックの関連の,あの文章全部公開してくれって言っても、うん <laughs> あそれはあのいろいろ契約ございましてとかって言って、ね、結局何もオープンにならないという、うん、つまり我々みたいなオリンピックに関心がある人間がそのオリンピック関係の文章を公開せよと言ったところで、うん、まあ黒なのか白なのか分かんないけど全部乗りたくられて出てくるみたいです、うん、えっと八最初8年前にトッ父になるって なっったたに言っていたその攻撃していた内容をそのまま実はやっている、うん、でいつの間にかあの自分が壊滅させた自民党の都議団と公明党の都議団と非常に仲良くやっているって、ね、なんだ結局自民党に戻るのかと思うかもしんないけどでもそうでもなくって今回自民党は小池を信じてやっぱり裏切られてるからね。 うん、あの萩生田光一とかそれのせいで辞任して「俺には百合子と強いパイプがある」とかって言ってたんだけども信じてあの都議選の補選開けてみたら「あれ負けたやめます」なんで百合子を応援してくれなかったのかないやそれでもんか「<laughs> なんで裏切ったんなんで?って」って。というわけであの百合子に騙された人間の中に萩生田光一が追加されました <laughs> っていうか安倍晋三がさ笑顔で差しに来るお女だっていうようなことを回顧録に書いてたんだよそんなすごいよねそんな人に、ね、聞いらあかん。<laughs> いやもう安倍晋三すらあの人を見る目があるというふうに評価されるぐらいですねやばいやつですから。うん、<笑>,笑顔で人を刺しで来るってすっごくなんかこうまとえってるな、うん。なんですけどす、ね、えー、まあじゃあなんでこんなに強いのかっていうと、まあ、おそらくねじゃあ誰が出てくんのっていう。 ゆり子以外の例えば石原慎太郎だっけあとえっ、ー、とまあ増添猪瀬とかに任せてもダメダメだったじゃんっていうふうにまあ思ってる人もまあ多いんでしょうね。まあ、あとは<ん>このなんか高学歴エリート年上たちをですねあのまあ年上じゃない人もいるけども高学歴なエリートでまあ政治家自民党の政治家たちをですね転ね。 コロンコロンってやってもうパッサパッサパッサと切ってですねあ切ったことも覚えてないなんか血流して倒れてる人いますねみたいなぐらいのこれに多分ですねもう痛快さを覚えちゃうんでしょうねもうまあそれはまあ気持ちは分かるけどでもあの都政がやばいことになってるっていう感じであーねーまあ,あでもねあのやっぱり都知事に選ばれたと、うん、また3回目で。うん でもとにかく、東京都は赤字には別になってるっていうか黒字だし、会計そのものは。それで、と、様々な補助金やら何とか金やらっていうので、あちこちに出しまくり、まあ貧困家庭に対しても金をバラバきやってるんで、まあ、 何もないよりはもらった方がいいやっていう人は当然入れるよな、ご意見にさ。うんうん、それでもやっぱりやってることがなんかいろいろおかしいけどねっていう人ではある。うん、まあ、というわけでですね、本当に、えー、有罪、告発とかね、まあ、疑惑がちゃんと行くんだったら、東京大選挙勃発ですよ。 それね、いいすごく面白いと思いますよ。ゆり子のケツなめたあの足なめたどこなめてもいいけどねそれなめた人たちがみんなもう一回選挙で審判を受けるっていうのはまあいいんじゃないですかということでまあ、小池百合子さんって本当にやべえ奴だなっていうところをちょっと皆さんあの都知事選終わりましたけどあの思い出してねっていうことで、えー、本日は、えー、撮らせていただきました。<ー>なわけで今日も読書チャンネル登録といいねよろしく。じゃあねー。 はい。今日もありがとうございます。電通と戦う本間竜さんはですね、えー、なかなかメディア、ラジオ、いろんなところに呼ばれないんですね。で、本も広告がされません。皆様のンパがないと続けていくことができません。今日も読書と本間さんと言いたいので、ぜひ本間さんの本を買ったりカンパよろしくお願いします。現金もクレジットカードもどっちも対応します。よろしく。今日も読書。それでは。